始まったんですか。おお、皆さんこんばんは。すごい、はじめまして、こんばんはって。ゆうちゃんって。こんにちは、こんばんは。櫻坂46 3期生の東京都出身18歳の村井優です。こんばんは。緊張してます。初めてのショールーム配信です。いや、何をお話ししよう。待ってました。ありがとうございます。緊張してます、皆さん。 I love you。 そうでした。キャッチコピーを披露しますね。いきます。 I am you、 I love you。 はい、この I am you っていう意味は、私の名前が you なので you ってことで、I love you の you はあのバディーズの皆さんってことですね。それで韻を踏んでるっていう感じなんです。はい、そういう意味でレイナがツアーの時に考えてくれました。じゃあもう虹がついた。じゃあ今日はこれから、前回糸葉のショールームがあって、そこからバトンを今日受け取ったんですけど、そこで課題があるのでちょっとやっていきたいと思います。じゃーん、語尾にピョンをつけて告白してください。ウサギイメージですって。かわいい、見てください、ウサギの。頑張れって、見えてます。頑張れ、かわいいです。どうしようかな。じゃあ語尾にピョンをつけて告白してみたいと思います。みなさーん、大好きだぴょん。大好きだぴょん、好きだぴょん。大丈夫。かわいいぴょん。ありがとうぴょん。はい、ということでしたね。かわいいうさぎさんでした。おー、 I love you っていうのがついてきました。おー、緊張しているんですが、嬉しいだぴょんって。おー、 じゃあここコメントをちょっと読んでいきます。おー。難しいな。皆さん、なんか質問ください。今日の晩ご飯は何ですか。おー、どうしようかな。まだ決めてないんですけど、私はすごく食べることが大好きなので、どうしようかな。今日はお昼にビビンバージュのおにぎりを食べました。すごく美味しくて、もう、ずっと昨日の夜からそのおにぎりを
食べようと思って寝たんですね。だから幸せでしたね。今日は何食べようかな。この後皆さんはご飯は食べましたか。時間的には皆さんお仕事か学校が終わった時間かなと思います。お疲れ様です皆さん。頑張りましたね。うん、お今餃子食べてますっていいな餃子。私は餃子は、お酢だけをかけるときもあればポン酢だけをかけるときもあります。はい。大食いエピソードはってねえ、私はすごい本当によく食べるんですけど、私とミユとアイリとナギは私たち食が生きがいですっていうのがあるんですけど、それですごくみんなそのようには食べますね。結構あとしずきも食べます。おいつか桜坂チャンネルとかでも食べる企画とかやってみたいですね。本当に胃袋は私は無限大なのでねえ、なんかねえ、いつもしーちゃんに怒られてるの。そうですね、最近はしーちゃんツンってしてる時もありますね。まあ、ほぼそうかな。でもなんか合宿の時とか夏の近道とかその辺までもなんかあんまりツンって感じではなくて、本当にだから最近なんですね、しーちゃんがツンツンってなってるのは。でもそれも仲が良くなった証拠だと思ってます。しーちゃん見てる、しずき、そうだよねそうだよね。そう、なんか前になんでツンツンなのって聞いたら、なんかな、ユウが優しいからだよみたいな、そういう感じのことをなんか言ってくれた気がして、あっ、そっかって思って嬉しかったです。それならいいよ。はい、そんな感じですね。おー、勉強しながら見てます、ありがとうございます、お疲れ様です。勉強お疲れ様です。私は勉強するときは私はカフェラテとかよく飲んでました。そう、カフェとか行くときもなんかカフェラテよく頼みます。ブラックは飲めないです、まだ。お、静寂の暴力の話してって書いてあります。静寂の暴力3期生のミュージックビデオが上がっていますけど、皆さん見てくださりましたか。そうですね、静寂の暴力すごく夏の近道とはなんかすごく違った3期生の魅力が出ているミュージックビデオになっているのかなって思います。静寂の暴力、そうです。皆さんはどのシーンが一番好きですかね。あ、私が歌っているところは最初の星の降る夜っていうところと、あと最後のここにいると知らせたいっていうところを歌ってます。静寂の暴力、
お、ゆうちゃんが椅子蹴って飛ばすところ、そう、そうですね、そこ、そう、そこ、そこのシーンは何だろう、自分的にも何だろう、一番感情が入っていたのかなというか、なんか本当に何だろう、その時の感情に任せて踊りました。本当に何か、そう、椅子があって、なんか質素な感じのお部屋でなんか踊ったんですけど、そこに後ろに窓があって、なんか木の枠があったんですけど、なんかそこにそのなんだろう、フリーダンスで自由に踊って、あのいる時になんか右手だったっけな、左手だったっけかな、なんかぶつけちゃって、すごい思いっきりなんかバーンってやった時に、あれってぶつけちゃってその時なんか結構なんか手から血が出ちゃって、だからなんかその時にもちろん痛いのもあったんですけど、なんかその孤独といえばなんか、苦しいっていう私は感情だったので、それで踊っていたこともあって、なんかいろんなことが相まって涙が出ましたね、その時はそういうエピソードが実はありましたそうなんですよ、渋谷のツタヤさんでこの前、パネルが掲示してくださっていたんですけど、そこで私のその白いワンピースでのシーンが多分掲示していただいていたんですけど、その時は多分あの時は涙を流していたシーンで、あの表情だったのかなって思ったりもしました。どうだったか、多分そうだったと思いますそうですね、後半のドレスのシーンも好き私もドレスシーンすごく好きですいいですよね、ドレスシーンすごく私は黄色のドレスを着ていましたそうなんです時は何だろう、そう、みんなの鈴木愛理凪のドレスシーンの撮影を見ていたんですけど、すごくみんな綺麗で、本当にもう見とれていました。本当に美しかったです、皆さんみんなそう、本当にすごく綺麗に撮ってくださってお気に入りのシーンですね。ブランケットを頭からかぶってしまうのとかがとこに好き。おー、ありがとうございます。おー、うん、あー、見えない。うん、ドレス何色？黄色です。おー、上村里奈さんとのエピソード本当に上村さん本当に優しくて可愛くて本当に大好きなんです、もうなんかミート&グリートとかの休憩中とかもう上村さん見つけるとすぐ私が駆けつけて隣にずっといます、お話しして本当に優しくて大好きです、本当に可愛くて、この前は上村さんがハーフアップしてて本当にプリンセスみたいで本当に可愛かったです、もうそう、私今上村さんって呼んでるんですけど、今度リナさんって呼んでみたいんですよいいのかな、今度聞いてみようと思ってアンセムタイム、おー
アンセムタイム、そうなんです、カップリング曲にねあるんですけど、アンセムタイム3期生曲をいただきました。アンセムタイムという、本当にこの曲本当に大好きなんです本当に聴くと元気が出て、うん、なんかなんだろう、そのバディーズの皆さん、応援してくださる皆さんと私たちの曲であるなって思っててすごく本当に好きですね。ブログにも書いたんですけど、あのいつか卒業するその日まで僕に全てを見届けさせてよっていう歌詞があるんですけど、そこがすごくなんだろう、心に響きましたそうですね、なんかこの曲はなんかなんだろう、私たち、私たち3期生が卒業する時とかにもう一回この曲をなんだろう披露したりしたら、すごく感慨深い曲になるんじゃないかなって思いましたねそうね、これから卒業まで長い道のりですけど皆さんと一緒に幸せな時間を過ごしていきたいですねなんだ卒業のことなんか考えてる暇ない。そうですよね、まだデビューしたごめんなさいそうですよね本当にびっくりしたことに、私があのお披露目の日が3月1日だったんですけど、4ヶ月かな、今4ヶ月か。え、もう本当にあっという間だなと思って、あとまだそれし仕方ってないんだと思って、なんか本当にその4ヶ月にすごくなんだろう、密度が高いというか、もう本当にたくさんの経験をさせていただいてます。毎日本当にあっという間だからこそ、なんか、ね、日々大切に過ごしていきたいですね完全に一目惚れでしたってありがとうございますうん、最近のマイブームはって最近のマイブーム、最近のマイブームは、最近はあの お湯に浸かるようにしていて、どんなに忙しい日でも絶対にお湯は浸かるようにしてます。私はなんだろう、暑いところが得意ではないので、なんか10分お湯に浸かったらもう頑張ったっていう方なんですけど、なんだろう、なんか10分の動画とかを お風呂で見て、それで、その時間ではまでは、終わるまでは絶対に浸かるっていうマイルールを作ってやってますでも私本当に代謝が良くてすぐ汗かくんですよ。本当に汗かきやすくて、しかも全部その汗が前髪に行ってしまうので、本当にまずいですね。うんかき氷食べて全細胞騒がせてほしいそうです、私ほんと、なんか、いつだっけな、かき氷ってそうだ、あのかき氷をみゆとなぎとあいりを食べに行った時、全細胞が騒いでるって、本当にそんぐらい美味しくて、また行きたいなライブの時は汗大丈夫ですか？大丈夫じゃないです。もうツアーの時に3期生でデッドエンド
披露させていただいたんですけど、その後とか本当にステージ裏で汗びっしょりで、もうティッシュですぐ拭き取ってって感じだったんですけど、ね、皆さんツアーのお話そうだしたかったんですツアーは見てくださりましたかねお、1万人突破ありがとうございます。たくさん見てくださってありがとうございます。お仕事学校お疲れ様ですありがとうございます。そう、ツアーデッドエンドを披露させていただいたんですけど、最初は本当にプレッシャーでいっぱいでした。なんかね、そう、最初は本当に代々木公園の1日目とか最初の方は本当にもう記憶がないくらいに緊張していて、本当にもうずっと大丈夫かなって思って考えてました周りめっちゃ良かったって、めっちゃ感動した、ありがとうございますそうなんですよ、煽りも途中から入れたんですけど、もう会場にいるもう隅から隅まで全員の方がもうこうやってペンライトで手を挙げてくださるように、もう盛り上げるぞっていう気持ちでいました、煽りました。そうです、なんか普段そんな大きな声出すこととか本当にないので、煽ったこともなかったので、本当に緊張しました。最初の方は声が裏返ってしまったりとかもして、本当に難しくて、そうなんです、ゆうちゃんの煽り好きだよってありがとうございますかっこよかったってそう、神奈川3日目、そう、神奈川公演3日目はスペシャルバーンを先輩方と一緒に披露させていただきましたね本当に嬉しかったです。こうやって3期生も一緒にやらせていただけて、もうすごくこうやって課題をデッドエンドを3期生で披露するとか、スペシャルバーンをその先輩方と一緒に披露できるとか、そういう機会をいただけて、3期生でいただけて、もうこの機会を全部無駄にしたくないし、このチャンスで皆さんにもっと、ね、3期生のこともしていただけるようにって思って頑張りましたスペシャル版リカが本当にかっこよくて本当にかっこよかった。目があったよねって本当にステージから本当に皆さんのことよく見えるんですよ、本当にすごく見えます、本当に嬉しいですね。そう、最初のあの方は本当に皆さんのお顔も見れないくらいに緊張していたんですけど、だんだん回数を重ねていくうちに、デッドエンドとか夏の近道とかパフォーマンスしながらも皆さんの目をちゃんと見てパフォーマンスできるようになりました嬉しかったですね、皆さんと目が合ってゆうちゃん信楽行ってほしかったってそうです、この前のそこ曲がったら桜坂で信楽のね選抜があったんですけどね、放送されていたんですが、私は惜しくも最後のこういう引くところ、引くお魚を釣れたら最後信楽行けるっていう時に引けなくてですね、
悲しかったです。シガロ系すごく行きたくて、本当に。なんかその収録前にも本当にもう愛理と一緒にシガのことをすごく勉強してやったんですよ。シガのねたくさん調べて、そう行きたくて悲しかったです。でもそうなんです、シガロケ行けないってなってしまって、私がすごく収録後悲しそうにしていたら、竹本結衣さんが大丈夫だよって、今度じゃもう行けないけど一緒にご飯もう行こうねって言ってくださって、その後に本当に優しくてもう嬉しいって思って、それなら全然もういいです嬉しすぎますって優しいって思って、本当に結衣さん本当に優しいです本当にありがとうございますよかったねよかったですしていて意外意外かな。なんかみんなみんなの3期生のショールーム配信で優は天然だって言っていたんですけど、なんか本当にそうなんですか、わかんなくて、なんかいつもなんかこれでこれが自分の素の普段のその感じもこんな感じなのでわかんないです。なんかあ、叱り者のイメージだって、叱り者のイメージかそうなんです。皆さんはどう、皆さんは私のことはどんな子だと思っていますかねでもしっかりしているのかな。でも学生の時は何だろう、学級委員長とかもやったこともあったんですよこうやって読んだりしてね、スピーチそうなんですね、そういった経験もあるんですけどそうなんです。中学はバスケ部で、高校はダンス部でした、私はダンスが大好きです、ありがとうございます踊るのすごく楽しいですね相づちのモノマネ笑ったえ、本当に私なんか知らない間に、自覚はないんですけど、なんか相づちをしているなんか癖があるらしくて、なんでだろうか待って、でなんか話を聞くときに、皆さんお話を聞くときにあるらしくて、なんかその私がうなずいているモノマネをなんかミオがミオが知っていて、そのしている動画をこの前糸葉が送ってくれましたそんなうなずいてるかな実はそこ曲がったら桜坂の第1回目の初登場の時にも私がうなずく癖があるっていうのを披露したんですけど、っていうでもそこは放送はされていませんでしたよ最近はなんかうんって声は出さないけどうなずいているらしいですとのエピソードお願いします。テイさん大好きです。
テイさん本当にもうかっこよくて可愛くて優しくて大好きです、テイさん。あのミートアンドグリートこの前の時にテイさんがこういうお団子をツインのお団子をしていて、私もねここの下でお団子のツインをしていて、わーって思って嬉しいって思って一緒に写真を撮っていただきました。本当にかっこいいですテンさん。あのツアーの時のデッドエンドが終わった後のあのテンさんのソロのダンストラックがあったんですけど、そこが本当にすごくかっこよくて、こうやってランウェイみたいな感じで出てくるんですけど、本当にかっこよくて目を奪われてました。かっこいいですね。私もいつかそのくらい堂々とかっこよく踊れるようになりたいですね。はい。テンさんのブログエピソード泣けました。そうなんです、私応募するかこの桜坂のねオーディションを応募するか迷っていた、最終日も迷っていたんですけど、そんな時にテンさんのね咲かない人はいないっていうあのやつのブログを見てすごく背中を押されて受けることを最後決めました。本当に桜坂に来てくれてありがとうってありがとうございます。こちらこそ本当にもう本当に毎日が幸せで、桜坂に入ったからこうやってバディーズの皆さんとお会いできて、3期生の仲間とも出会えて、素敵な先輩方とも出会えて、スタッフさんにもね、たくさんのスタッフさんにも出会えて、本当に私は幸せです。なんか本当に何だろう、この桜坂に入ったのも全部が運命に感じます。本当にタイミングとかも全て何だろう、本当に神様からの運命というか、本当にそういうタイミングもバッチリで本当に幸せです。だって本当に運命的です。コメント読みますね。うさぎ猫揃ったのも運命やねって。うさぎ猫しずきという。本当にね、しずきにはたくさん感謝の気持ちでいっぱいですよ。ね、私本当に一人だったら、あね、遅れてみんなと遅れてお披露目で、本当に何だろう、私が本当に一人だったら本当に途中でやめてたかもしれないっていうくらいに、本当に何だろう、あの時はみんながお披露目してて本当に辛いなって気持ちもあったので、しずきの存在大きかったですね。本当に、本当にしずきとのもう運命だなって思いますね。合宿の時もね、本当に D 班懐かしい懐かしいんですけどD 班でね、しずきと一緒にグループでやって、本当に支え合いました。夜中までね一緒にダンス練習したり、お互いのね動画をね撮り合ったり、一緒にこうやって動画撮って、
ここはこうだよねってずっと一緒にね言ったり、本当にしずきは本当に努力家ですね。合宿の時も本当にずっとなんだろう夜中3時超えてもずっと練習していて、ロビーでそれを見て私もなんだろう、あ私も頑張ろうって、このままじゃダメだって刺激も受けます、受けてあの時は頑張れてましたね。ノバホのキックしびれましたありがとうございます。おもてなし会、おもてなし会の話をしますね。おもてなし会では私はノーバディーズフォルトをセンターを務めさせていただいて披露させていただきましたノーバディーズフォルトであのラスサビ前かな、あのタラタラララララランっていう音であの違うか、そうそういう音であの2回転してからあの蹴るっていうのをやったんですけど、そこは自分であの考えて、あの私はあの飛ぶのが得意なんですね、こう縦にであの飛び蹴り、そうです、なんか飛ぶのが得意だからそれが一番キックが、うん、自分には合うかなと思ってやってみましたでも本当に何だろう、あそこ滑らないかとか本当に心配で、とってもなんか本当に緊張しました本当に、しかもノーバディーサポートはあのライブで1曲目だったので本当にもう心臓バクバクで、もうちょっとこうやってやって始まる前からちょっとやばいどうしようって思ってたけどでもそうかっこいい、皆さんにかっこいいなーって3期生すごいって思っていただけるようにって気合い入れて頑張りました。ノーバディーズフォルトすごく好きですね最初の目力引きつけられましたって嬉しいですねもう目力は意識しました、すごく3期生として桜坂に入ってやっていくんだっていう意思も込めてやりましたすごいよってありがとうございますコメント読みますね。ゆうちゃんのダンスにいつも惹かれてますありがとうございます私もまだまだなのでもっと成長できるようにレベルアップできるように頑張りますねグリートでもね、ヘアアレンジができるようになったのでやってみたいですね。そう、ミート&グリートの時に今回は4部参加させていただいたんですけど、ヘアアレンジもねしていただいて、あのウサギのシュシュをつけたんですけど、あの森田ひかるさんと、あとマリアレナさんともお揃いでウサギのシュシュをつけました本当に先輩可愛くて本当に嬉しくて一緒に写真撮りました。森田さんともマリアレナさんともねお写真撮りましたよ本当に先輩方可愛くて美しくてうさぎゆうちゃん可愛かったーでありがとうございます。
サギ似てますかね。いや似てるのかな、果たして。うさぎに似てるっていうか、うさぎが好きで、すごく動物のうさぎが、だからうさぎっていいなって思って、うさぎの優にしました。似てるかわかりません。ウインクやって、私ウインク右回りできます。できてる。できましたか。できてないかも。できたかな。リコちゃんとのエピソード。リコ、リコ見てる。さっきも緊張しててリコに連絡しました。リコ緊張するって。頑張ってってリコが言ってくれました。そう、このお洋服はね、この前アイリとお買い物一緒にお洋服を買いに行った時に買ったお洋服なんですよ。思い出した思い出した。そう、アイリとはねよくお洋服を買いに行きますね。アイリは私と同じく結構優柔不断なところがあって。そうなんですよ、お洋服もどうしようかな、いやこれ買うか迷うなってずっと迷ってますね。一緒にお洋服買いに。私は優柔不断なんですけど、基本でもお洋服は最近気づいたことがあって、試着をしてビビッときたら、おっって思ったら買うタイプなんだって気づきました。はい、お洋服に関しては結構買いますね、バサッと。でも食べ物とかメニューを選ぶときはもう優柔不断です。もうずっとこれもいいこれもいい、うわーって悩みますね。食べ物だけは優柔不断です。今度食べに行きたいものありますか？私はなんだろう、本当に食べ物全部好きなんですけど、今はなんだろうな、チキン食べたいな、お肉食べたい。そんな気分。ハニーバターチキン食べたいですね、今はそんな気分です。甘じょっぱいのが好きです。うどん派、ラーメン派？うどん派です。うどんと天ぷらのセットが、うどんと野菜のかき揚げの天ぷらがすごい好きで、うどんに行くときはそのセットで頼みます。はい、好きなケーキはチーズケーキです。でも全部好きです、本当に。モンブランも好きですし、もちろんショートケーキも好きだし、何でも好きです。幸せだから食べてる時間が。睡眠時間長くない？私本当にたくさん寝るんです、本当にたくさん寝るんです。私お休みの日はアラームかけないで寝るんですけど、ずっと寝てます。夜の
12時とかに寝ても大体起きるのはお昼の12時半か1時1時半とかですね本当に。え、私身長何センチだと思いますか？私よくみんなに身長高そうだね、高そうだと思ってたって初めて会った時言っていただけるんですけど、私実は150そうなんです、私156なんです。本当になんかみんな高そうに思えたって、高く見えるって言われますよく。でそうなんです、本当に160センチは行きたくて、たくさん寝て身長伸びますようにって言ってるんですけど伸びないんです。涙、身長伸びたいです。だってそうリコ、遠藤リコの身長が、リコの身長が155かな、でだからほぼ私と一緒なんです。そうだからなんか意外じゃないですかよくびっくりって言われます。そうなんですびっくりだな、身長伸びますようにまだまだ頑張れるってね、伸びたいですね。ちょっと待ってねもう45分経ってるのだって、早っ、早いです。今体感15分ですびっくり、早いです、早い私始まる前緊張しててわーってなってたけど、始まると早いですね、足りないですね。コメント読みます。バスケのポジションどこでしたか？私はシューティングガードでした。ボール運びですバスケしたいですね、バスケ本当に楽しいんですよ私でもボール運ぶ役だったんですけど、ハーフライン半分まで運べないこととかって、ボールを相手チーム取られちゃって、そうするとああ私のせいでああってなっちゃってよくあってバスケしたいな。でも私スリーポイントも届くんですよスリーポイントシュートも届きますよ。そう、おもてなし会ので、バスケを2ミニッツショーっていう3期生の特技を披露するところがあって、そこでバスケを披露したんですけど、バスケダンスかな、披露したんですけど、1日目は一発で入ったんですけどでも本当に一発で入ったことなかったのでびっくりしました。2日目はなかなか入らなくて4球ぐらい挑戦したのか、本当にめちゃめちゃ焦ってしまっていたんですけど、もう本当イオムニを通してからも皆さんの頑張れ頑張れって聞こえてきていてそうから頑張るわって思って、もともと用意してくださっていたボールの数が多分4個かな、4個か5個で、その4個か5個目の挑戦で多分ラスト1球だったんですよ。そのラスト1球で入って本当にあーって思いました、奇跡って思って入った瞬間皆さんがキャーうーっていう歓声が聞こえて、もう本当に
人生でもう記憶に残るくらいの最高の瞬間でした。本当に嬉しかったですね。皆さん応援してくださってありがとうございます。本当に良かった。本当に焦りました、あの時は。本当に焦りましたよ。髪は切らないって。私生まれてからずっとロングなんですよ、髪が。ずっと短いことがなくて、ずっと短いので、いつかバッサリ切ってみたいですね。似合うか分からないけど、切るときはもうバッサリいきたいっていう気持ちです、私は。でもロングもすごい好きです、私。ロングで生まれたの？あ、そっか、そうだよね。赤ちゃんの時は短かったですよ。そう、みゆのね、髪切ったの本当に可愛くて、似合ってます、本当に可愛いな。今週のミーグリとリアルミーグリ行くよって、ありがとうございます。ね、本当に嬉しいです。ミート&グリート本当に直接も今回会えるということで、皆さんにすごく楽しみです、本当に。楽しみ。おもてなし会の お見送りの時、直接お会いした時もすごく楽しくて幸せだったので、もうまた皆さんに直接会えるって考えたら幸せですね。ミーグリ行くよ、楽しみ、待ってます。あと10分？あと10分だねって。そんな時間早いです。たくさんね、このショールーム配信を通して私のことを少しでもね、たくさん知っていただけたら嬉しいなと思って。知っていただけましたかね、私のことは。一応もう一回自己紹介しておきますね。東京都出身の18歳の村井優です。もう一回キャッチコピーやってほしい。キャッチコピーします。 I am you, I love you。他にもなんかキャッチコピー作りたいな、作りたいんですけどね、何がいいんだろうかって。 I love you 的な。ありがとう、 I love you。 コメント、最後スクショタイム欲しい。スクショタイム、なんかポーズをなんかあるかな、ハートしよう、ハート、イエーイ、出てる。うさぎ、ん、うさ耳、指ハート。耳ハート？耳ハートってなんだ？え、耳ハートって何？これ、え、わかんない。え、
猫あ、1万5000人見てくださってる、ありがとうございます。皆さんお仕事学校お疲れ様です。本当にあの私と一緒にたくさん食べてたくさん寝ましょうね。皆さん美味しいもの食べて幸せに過ごしてください。皆さんの幸せを願ってます。目を大きくしてくださいって。最後に、終わりたくないですね悲しい、終わっちゃうの。クマして、クマです。やだ、終わってほしくないです今日はね、木曜日ということで、明日は金曜日、お仕事も学校も明日かな、金曜日、もうすぐ金曜日です。明日お疲れ様です頑張りましょう。お休みが来ます。配信ショールームを、配信を見てくださった方が癒されてくださったら元気を与えられていたら嬉しいです。ミーグリもある、そう、ミーグリも楽しみですお、じゃあここからは告知です。じゃん、見えますか。次回は7月8日土曜日です。21時から22時です。お楽しみに、お楽しみにしててくださいね。誰かな、絶対見てください、ぜひ見てくださいね。早いな、もう終わっちゃうのかな。うさぎも描きました。あと1分ですって、早い。あと1分何しよう本当に見てくださった方ありがとうございます、本当に皆さんのことを思うからいつも頑張れますよ私は絶対またショールーム配信したいです。すごく皆さんとこうやって直接あのコメントを通してでもあのお話ができてすごく楽しかったです絶対また来ますからね、すぐありがとうございます。本当にこれからも3期生の応援よろしくお願いします大丈夫ですか。よし、ではでは終わりたいと思います本当にありがとうございました。皆さん幸せに過ごしましょう、一緒にでは次回会う日まで皆さんお疲れ様です。バーイ、切っちゃいますよ、あー悲しい。また会いましょう、バイバーイ、あバイバーイ、また会いましょう。